皆さんこんにちは、あやぶちゃんです、またヤフオクで、おしゃべりシリーズで、レアもんなものを買ってきたんで、紹介していきたいと思います。それがこちら、じゃん、おしゃべりトーマシリーズ、おしゃべりキャロラインと駅です。なんとこれが、1000円で落札され、定期が郵便送料500円 で757ポイント使って743円で買いました。定価ではね、700円以上まあ買えてよかったかなというふうに思いました。はい、箱は全体的に見るとこんな感じ。まあ中古ですけどほぼ新品ですからね。で、撮影するために中を取り出しただけで、商品自体は新品です。それでは開けていきましょう。あとちゃんと好きな箱も入ってますからね。おお、ほら、ちゃんと式の箱入ってましたからね。あとキャロラインもついてますからね。おしゃべりキャロラインの駅ベース全体的に見るとこんな感じです。やっぱね、これ19年前にの商品でも結構綺麗ですね。で、2000年ですね。これ2000年に発売されたものですね。駅ですね、全体的に見るとこんな感じです。駅もすごい新品で、シールの剥がれなどもないですね。で、こういう風にはめるとこういう感じでできますね。はい。で、そしてキャロライン。はい、新品のキャロライン全体的に見るとこんな感じ。やっぱね、すごい状態がすごい綺麗、新品ですし、もう僕このキャロライン何個か持ってるんで、このキャロラインはちょっと、ストックしておきます。多分ね、このね、下が多分同じなんで、こういう風にはめるらしいですね。はい、まあそんな感じです。早速ですが、おしゃべりトーマスのどっかの車両を一緒にレイアウト作って発車していきたいと思います。で、こう、はい、レイアウトがこんな感じで出てました。おしゃべりキャロラインで、バルジー、おしゃべりゴールと、で、おしゃべりジェームスで、おしゃべりトレバーと、おしゃべりハルビーをレイアウトを組んでみました。早速ですが、発車していきましょう。プランドオーブを測ってみると、最初はブブーキと、の2種類です。you
はい、おしゃべりキャロラインと、の音声確認と、まあ、おしゃべりゴードンとおしゃべりジェームスの総合し、ヒントおしゃべりトレバーとおしゃべりハルーノの、まあ、レイアウトと音声はいかがでしょうか。やはり感想としては、おしゃべり上級部品が揃ったのがすごく全コンプリートできたのと、おしゃべりゴードンとおしゃべりジェームスの、どの車両を走るつもとても楽しいし、あと僕が集めるのは、初期のおしゃべり編でおしゃべりトレ、おしゃべり DJ 店だけですね。はい、おしゃべりキャロラインと駅いかがでしょうか。やはり感想としては、キャロラインの、あの3種類の、あのおしゃべりが、とても良かったのと、あと、ボタンを押したとき、モータートミカを出発させるときの、ボタンの2種類、全部で5種類ですね。まあ、どの音声もすごい良かったのと、で、プラロード出発するときはブブー、ダラダラと、キャロラインの音声では、こんにちは、元気でね、行ってらっしゃいっていう音声。まあ、音声は少ないんですけど、まあ、それほどの、まあ、初期のおしゃべりとして、レアな音声だったかなっていうふうには思いました。皆さんもぜひ、入手コールなんですが、探して手に入れてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。バイ。